三体交易とは、江戸時代に来航した三丹人下流の民族からの中国本土や新朝の産品が、主として江戸地のカラフトや草屋のアイヌを仲介し、マサキ藩にもたらされた交易を指す。抗議には、国立交下流域に新朝が設けた役所と三丹人を含む周辺民族との長江交易から、マサキ藩とカラフト北東部のウィルタなどのオロッコ交易も含む、 三ンの語は、当初、アジア大陸北部からカラフトに来航する人々と、彼らが居住する地域を指していた。語源は、ニブフ語のヤントという語にあると言われる。それが、アイヌ語のシャンタ、内シサンタより日本に伝わって三ンと表記されるようになったという。この語が、日本の資料に登場するのは18世紀であり、18世紀後半に普及したが、それ以前はこの地方は、 到達と呼称されていた。文化6年のマミ林蔵の調査により、風間の村落から邪霊の村落に至る地域に居住していることが判明した。現在の売り地はその末裔と考えられる。なお、三丹公益という用語は、1928年日本における朝鮮史研究の開拓者である抹消法案により初めて使用された。ちなみに、三丹人が住む地域は、 三旦国とも呼ばれていた。玉祭。三旦公益で得たガラス玉が使用されている。三泰公益以前は、平安時代の安倍氏や欧州藤原氏、十三港を拠点とし水軍を要した鎌倉、室町期の江戸関令、安藤氏など大湯の豪族が、日本海に面する大陸と直接取引した北方貿易が行われていた。三泰公益は、 1680年代当時、正木藩の公益船が行き着く江戸地採用の宗谷においてアイヌを介して行われていた。法歴年間になると、会所のあるカラフト南端の集落、白主に公益船の派遣が始まり、完成3年よりカラフト場所が開設され公益は宗谷から白ェや西トンナ内及び久春古端に移った。三端人は、 清長に天川を上納する代わりに貸しされた漢服や布地、和紙の羽根、聖玉などを持参して、江戸地のカラフ太や僧屋に来航した。一方、アイヌは、寮で得た毛川や、会所で行われるお武者などで和人よりもたらされた、鉄製品、米、酒等を、三丹人が、大陸から持ち込んだ品々と交換した。また、18世紀半ばから三大広域改革頃までは、 北カラフトの近くに住む一部のカラフトアイヌの中には、三端交易をするばかりではなく、爆藩体制の役職を持ったまま、マミヤ海峡を越えて、国流高化流に渡航し、直接貿易を行う者も,もいた。詳細は、白巨軍軍発足までの遠隔を参照記録に残るアイヌと和人の交易は、もともとは、アスカ時代に、安倍平府が国家の出先機関、万所や、軍領を置いた、 広報要定に始まり、中世の安藤氏や和人地の柿崎氏をなど経て、正木城下においても行われていた。慶長8年宗谷に置かれた正木藩の役宅が、宗谷とカラフトを管轄するようになり、その後秋内場地行政に移りどちらも宗谷場所に、含まれた。文化4年に、江戸地が江戸幕府の直轄領となり、それまでのアイヌの三丹人に対する負債が表面化し、 問題となった。従来の公益が、三丹人が公益品を貸し付けて、翌年に、それに見合う毛皮を取り立てる方式を採用しており、累積債務などが要因で、三丹人は借金の方に、カラフトアイヌを三丹人の居住域に連れ去り、下人として使役したり、家財を奪い取るなど圧力が強まっていたからである。これは、 当時の東アジア地域では普通に見られた習慣だが、もがみ徳内などは、この夫妻はアイヌが、まさき藩からの惨憺と来品の催促や教養に、応えるために、無理な買い物をしたためだとも認識していた。文化6年に、松前奉行支配、下役元締めの松田伝十郎が夫妻を調査し、アイヌが自力で、返済不能の部分を、江戸幕府が肩代わりするよう取り計らった。 これにより負債は関西するが、その一方、公益は白主会所扱いの直営となり、アイヌは従来のような来航する三丹人との直接公益を禁じられた。同時に、幕府はアイヌの大陸、国陸高下流域の公益地で連への渡航と貿易も禁じた。また、この改革以降、白主会所で行われる三丹公益は、 三丹人にとって事実上江戸幕府に対する兆候の場となった。なお、マミヤ林蔵により口述され、村上帝助によって出録されて、文化8年に幕府に提出された、到達地方機構中間には、国旅高下流ので連の集落に成長によって、設けられた満州カリフにおける三丹交易や北方諸民族が新朝の役人に進行する様子が詳細な、 解説文やイラストレーションによって描写されている。文政5年、江戸地は、正木藩にまた漁師、安政元年に、また幕府直轄領となっても交易は引き継がれた。マミヤ海峡の対岸では、1860年に、新国とロシア等の結んだ不平等条約の一つ、北京条約により三丹人の住む国立高下流が、活譲され、ロシア領演会集となるが、慶応3年まで、 三丹人が白主会所に来航した記録がある。三大公益は幕府崩壊まで続いたが、1868年成立の明治政府によって廃止された。現在も国立高下流域にはアイヌの子孫を名乗る者もいるが、事実であれば、彼らは三丹人に連れ去られた者たちの忘れがたみであろう。 三丹福詳細は、エゾキンを参照三丹交易で得られた中国本土や、真の物産は、東回り航路や西回り航路を通じて、江戸や大阪などにも運ばれ、新調された。その中で、特に有名なのが、三丹福内市、エゾキンと称される、華麗な刺繍の施された、満州族風の新調の監督であった。これは、正木藩の藩主から、 幕府の将軍に献上されたこともあった。ありがとうございます。